おはようございます、こんにちは、こんばんは。アフリカ続きをやっていきましょう。はい、いつもならね、ここでちょっと前回の振り返りやって、じゃあ今度は何をしましょうって話をするんですけど、実はね、これまあ、なんて言うんだろう、この日をやるのは2回目なんですよっていうのがね、ちょっとあの前回の続きをプレイしようとした、プレイしてた時に、実況プレイしてた時に、実はですね、フリーズしまして、 PS3 がフリーズしまして、急にね動かなくなっちゃったんで、そのままあれと思ってたら勝手に PS3 が再起動しちゃってねいやー、だから今回2回目で、2回目っていうかね、そうなっちゃったんで、もうその日はね、もうちょっとやる気なくしちゃってもういいやみたいな感じでね、ほったらかしにしてたわけですよ。で、まあとりあえずね、ちょっと日にち経ったんで、少し、まあ、モチベーション戻ったかなっていうことでね、まあ、相変わらずの鼻声が、相変わらずっていうか、前回この話したっけ、ちょっと風邪気味っていうね、まあ、相変わらずこう鼻声なんですけども、まあちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれませんが、まあ、ぜひ見ていって、まあ暇つぶしにね見ていってくれれば幸いです。では、ちょっとね、自分もねちょっと時間空いちゃったから、何を撮ろうとしたんだっけ、とてもし、あ、ディクディクか、うん、ディクディクを撮影しようとして、うん、前回そこで止まっちゃったんだよね。ディクディクを撮影しますと、でダチョウはね、まあいた時でいいやっていう、まあそんなメインのあれでもないからね。というわけで、じゃあディクディクを、撮影しに行きたいと思います。はい、次の依頼はディクディクの撮影ね。確かにトラップカムを仕掛ければ警戒されず取れそうね。早速ディクディクの泉まで行ってみましょう。まあとりあえずね、前回そのディクディクをどうなんだろうこれ初めての手で行った方がいいのかまさか撮り直しになるとは思わなかったからな。まあ途中までっちゃ途中までなんだけど、うん、だからまああれさ、どこまでやったんだっけ、撮影し終わったんだっけ、撮影し終わった、いや撮影してる最中かまあね、とりあえずどういう風に出てくるかとかね、そういうのはもう分かってるし、うん、で今回もね、特にイベントがある系のあれではなかったっていうのも覚えてるんで、とりあえずまあサクサクと進めていこうと思います。じゃあ、デキリキの時にまでレッツラゴー。そうだな、ヒッポプルーヤッホーカバの隣を一等寝てたけど、あんな寝てるそばをね、こんな車でぐわーって近く通り過ぎたら、カバでも怒るよカバでも怒るってからね、カバ怒るからね。どっちだどっちだ、よし、エロエコへ。さてどうしようかな特にね、何かこうあれって言うこともないんですけどね、うん、世間話でもしますかうん、世間話って言ってもな、
何かあったっけな最近あったこと、まあね、以前言ったようにちょっと最近新しい職場に、まあ、あんまり新職場しない方がいいのかな。前に仕事を経営するのはプライベートというか、そういう SNS とかでちょっと仕事のことをね書いたりしてたこともあったんですけど、そしたらちょっといろいろトラブルがあったっちゃあったっていう感じで、どうこうっていう話でもないけど、トラブルっていうことでもないし、まあ、下手なことはあんまり言わない方がいい。ここ最近ですね、ちょっとまた体重が増えちゃいまして、体重が増えちゃいまして、せっかくね、ダイエットしたのにね、よし、せっかくダイエットしたんですけど、最近ね、2、3キロほどちょっとまた増えちゃいまして、トラップかもしれないです。ちょっと木の方に近い方が良かったので、ギリギリまで、トラップカム、まだ近づける、まだ近づけるトラップカムを設置するこの表示、右下にあるこの表示がギリギリ消えるところまで、消えるか消えないかのところで、どこまでいけるんだっけ、まだいける、そこか、よし、じゃあ、ここに設置してと、でね、ディクディクは、まあ、このトラップ感も設置するとね、ここら辺からずーって出てくるんですよ。で、ここら辺を通ってたはずだから、そうだな、足元とか、まあ、この辺でいいかな。よし。ディキディキじゃないやつが現れたの。インパラだっけ、あんまり離れすぎるとシャッターが押せなくなっちゃうからね。よし。っていうか、この双眼鏡を覗いてるときはあれなんだね。シャッターが押せないんだね。なんかとりあえずインパラみたいなやつが、ここら辺見づらいな。お、来た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 。あれだ。歩き方おかしいな。あれ、カメラどっち向きにしてたっけ。どっか ここら辺撮ってたよね。こっち見てるな。そうだそうだ、いいぞいいぞ、カメラに近づいてこい。ここ見づらっ。私は草。そこら辺に生えてる草です。インパラ邪魔。お前を取りたいわけじゃない。お、どんどん出てくるね。前回もね、フリーズした時もね、こんな感じでどん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 増えて出てくるんですよね。いいぞいいぞ、そうだそうだ、カメラのそこら辺かな。撮った、
メラの前ではないけど、なんか鳥がたくさん飛んできてるね。ペリカンだっけ。もうちょっと下向ければよかったかな。あの3匹4匹か通り過ぎたら一回カメラ回収しようか。歩き方面白いなこいつら。お、あの子いい風に、結構下歩いてくるんだな。前回こんなこっち側そんなにねあれしなかったんだけどね。あら、ヤッフー、トラックカム回収。じゃあちょっとねどんなのが取れてるかな。ほうほう、悪く、これはなんだ、これこれ、あ、これはインパラか。悪くないんだけど、悪くはないけどね。どうなんだろう。もうちょっと、もう一度下、ここで、もうちょっと下を向けてみようか。ちょっと待って。トラップかも。ここで、さて、結構ね、カメラの近くまで来たからね、どうなんだろう。こんな感じでやってみる？木の、ちょうど木のこの辺り、ここをちょっと狙ってみようか。よし。でね、あいつらね、結構ね、時間経つとすぐにまた出てくるんですよ。神経質な割にね、結構、何度も出てきてくれるから、出てきてくれたから、どっちでしょう。またインパラが、トムソンガゼルだっけ？未だにね、どれがインパラで、どれがトムソンガゼルかがよくわかんない。まあね、勉強不足です。申し訳ない。今回鳥が多いな。バッサ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 言ってるけど、うわお。目の前通ったね。ちょうどね、今鹿がいるところ、鹿っていうか、インパラ？トムソンガゼルみたいなのがいるところ。あそこでね、ちょうど止まってくれればね、いい写真が撮れると思うんだけど、お？来たんでない？来たんでない？今です！トラップカムね、あれだな、なんかこうカメラがどこを見てるかがちょっとよく分かりづらいから難しいな。とりあえずね、何枚か撮っておこう。そろそろいいんじゃない？はや。さて、どうでしょう。ああ、それでも結構遠いのか。
結構ちょっとズームしすぎたかなっても思ったんだけど、まあこういうこれが妥当なところか。うん、カメラの方に近づいてきてくれないもんね。ここはギリギリでしょ。でもどっちにしろ同じ位置になっちゃうんじゃなかったっけ。うん、仕方ないか。これ以上あれアンナさん動物にたかられてるけど、アンナさんっていうか車が大丈夫か。なんでアンナさんにあんなに近づいてくるんだ。羨ましいな。よし、うん、デクディ君も取った。よし、それじゃあね帰って送ってみようか。多分ね、あんまり評価は良くないかな。でもこれ以上ね、うまくは取れないような気がする。ズームもできないし、撮影のクッション、特に何か必要なあれってないのかな。アップで撮らないといけないとか、難しいな。ていうか今回本当あんまり面白みがない。まだ時間もあるし、ちょっとキワンジャ平原の方に行ってダチョウがいたら、あのダチョウもう一個あった、あのダチョウのアップ、顔のアップあったよね、あれを撮ってみようか。ダチョウの表情が、ダチョウの顔が、これを撮りに行ってみよう。よいしょ、キワンジャ平原へ。さてどんなのがいるかな。あ、ちなみにですね、あのちょっと先日ね、友人からあのまたちょっとおすすめのゲームをね、ちょっとお借り、まあ、友人のおすすめゲームをねお借りしたのでね、まあ、これが終わったらね、あのプレイ、実況プレイ始めようかなと思ってるんですけど、うん、このアフリカがね、どこまで、うん、今どれくらいなのかっていうのがちょっと分かんないんだよね。あと依頼どれくらいクリア、どれくらいクリアすればあの終わりになるか。ってか本当ね、アフリカこのゲームのね終わり、エンディングがね、どんなものになるか、帰国するところかな、マサイ族の戦闘。相変わらず、なんか、大音量で音楽流してる。ああ、鼻が詰まる。そういえば、あの、先日、まぁ、あ、ちょっとは、よ、あの、ね、まあ、夜寝てたんですけど、まあ、自分はあの結構夜、まあ、夜寝る方っていうか、まあ、夜寝るのが普通だとは思うんですけど、ダチョウいた、あのちょっと怖い夢を見たんですよ。あのマネキン人形に追いかけられる夢っていう感じなんで、感じの世界でマネキン人形に追いかけられる夢を見たんですよ。で、あのちょっとね、怖さでこう目が覚めて、バッて目が覚めて、まだ夜中の3時くらいだったかな、だったんですけど、あの
目が覚めたと同時になんか鼻からツーッとなんか垂れてきたんですよ。で、あの鼻水かなと思ったら突然鼻血が出てきて、うん、あれびっくりしたな。で、もうまだあの寝起きじゃないですか。しかもまだ夜中の夜中っていうか、まあ明け夜明け前3時午前3時に突然そんな鼻血が出てきて、こっちもびっくりしちゃっていやうんあれね、なんで鼻血が出てきたんだろう。怖い夢で鼻血出すってありえるのかな。今まで怖い夢自体はね何度か見たことありますけど、どこまで近寄れるか。メスよりオスがいいな。こっち。こっち向いてくれないかな。うん、ちょっと待ってよ、これって縦取りしないといけないとかそういうのなかったっけ。ないか。ダチョウの表情が分かる写真を探しています。よし、おお、求愛してる求愛してる。この動きよ。うん、いいんでない？結構いいと思うよ。よし、まあこんなもんでしょう。あんまり遠くに行くとまた怒られそうだからね。ていうかこのまま走って帰ったらどうなるんだろう。うん。アンナさんに怒る、別の意味で怒られそうだけど。なんで私を置いて帰るのよみたいな。次回からも運転してくれなくなるかもしれない。まあ、まあ、先ほど言ったように、その突然鼻血が明け方に出てきて目が覚めちゃって、ね、その後深く 寝れなくなっちゃって、ね、その日はちょっと寝不足気味で仕事してたんですけど、皆さんはね、最近鼻血出したことありますか？なかなかね、そんな出勤することないからね、鼻血とかね、あのよっぽどのことがないからね、こうあの鼻を噛みすぎたとかね、あの、あとはこう顔に衝撃を加わっちゃったみたい
とか、ああそういえば昔いとこが、うん、よくお風呂に入った後鼻血出してたんですよね。なんかやっぱりあののぼせちゃってなんか、うん、それでなんか鼻の血管が弱くて、あの鼻血が、まあ、うん、血流が良くなっのぼせたりとか血流が良くなったりしたことでその鼻の血管が切れて鼻血が出ちゃうみたいなね、子だったんですけど、今は多分大丈夫、彼も大丈夫だと思うんだけどな。うん、あとはこうなかなかね誰かに殴られたとかそんな非暴力的な、まあ、暴力的な話か、うん、なかなかねボクシングとかプロレスとかそういう格闘技やってる人はいるかもしれないけど、自分はあまり格闘技って好きじゃないんですよね。お、ちょうど夕方だ。今日は止まらなかったらよかったよかった。前回ね、そのデキリクの撮影中だったと思うんですけど、あたりで止まったからね、ちょっとびっくりした。ああ、ここでまたフリーズとかしたら泣くよ。登れなかった。いけいけ、頑張れ。好き。今日もね、こう依頼をクリアできたと思うんで。よし。ジェームスがいない。ちょうどかよ。ちょっとデスキャップに戻ります。うん、さてさて、ベッドじゃない、ベッドじゃない、取り込みます。よし、じゃあこれをね、まずは一番良さげなのはどれかな。ダチョウ、最初に取ったのが良かったよね、こんな感じ。うん、これかな。マーベラスもある。意外と評価高かった。それじゃあ次はダチョウの表情。どれがいいかな。これはちょっと顔寄りすぎて上がねあれなんだよね。これとかええ先じゃない。2と 2は映ってるし。マーベラス、マーベラス。ディスタンスがダメか。B 判定。そう。結構良かったと思うんだけどな。しょうがない。じゃあ今回は、ここまでにしましょうか。その前にまずまた依頼だ、次の依頼だけね確認して。どんな依頼が来てるでしょうか。お、これから、アルファ7700ユーザーに朗報です。
ズリーナ、ズリサーナプロショップ、いつもご利用ありがとうございます。今回はアルファ700をお使いの方に朗報です。専用オプションアルファ700縦位置クリップです。縦取りの不安定さを解消でき、きっと手ぶれ防止の役に立つと思います。ぜひウェブショップでご確認ください。何か変わるのかな。まあ、縦位置でも取りやすくなるとは思うんだけど、まあ、買ってみないとわからないか。とりあえず他のもの、案件ジョラー共和国の調査隊、デイリーアフリカ新聞社、エリック・ウェドさんたちが謎の壁画を見つけたジョラー共和国が今すごい話題になっていますよ。どの新聞も連日ニュースで取り上げています。我々としてはジョラー共和国を調査する調査隊、つまりエリック・ウェドさんたちをスクープしたいのですが、ジョラー共和国の写真をお願いできませんか。もちろんエリック・ウェドさんも写っている写真です。よろしくお願いします。自撮りしろってか。噂になってる割にはあんまり人が来ないけどね。はあ、これは噂の真偽を確かめてください。調査プロジェクト本部、昨日こちらに入った情報によると、キワンジャ平原には古くから伝わる言い伝えがあるそうです。何でも地上最大の生物アフリカゾウよりも大きな肉食獣が住んでいるとか。調べてみる価値はありますね。その動物の足跡で構いませんので、キワンジャ平原で手がかりを探してきてください。マニアックな調査プロジェクト、アフリカゾウよりも巨大な肉食獣。まあ地球上で、まあ、最も巨大な陸上生物っていうとゾウらしいんですよ。だからゾウよりも大きい肉食獣、獣っていうのはありえないと思うんだけどな。何、ユーマがいるのこれ。ユーマとかいるのかな。まあでも言い伝えでしょ。言い伝えか。まあね、なんだっけ、自分の地元鹿児島なんですけど、鹿児島にもね、池田湖っていうね、湖があるんですけど、そこもね、なんか巨大な恐竜が、巨大っていうか、まあ、恐竜がいるらしいっていう、まあ、未確認生物、イッシーっていうね、未確認生物がいるらしいっていうね、噂話はあるんですけど、それと同じ感じかな。まあ、でも足跡でも構いませんって書いてあるから、実際出てくることはないかな。まあ、ちょっとこれは、これもまあ後にしてみようか。もし見つけたら撮っておいてください。赤道ツアーズ、いつもご愛顧ありがとうございます。来期のツアーパンタンフレットで使いたい写真があるのですが、お願いしてよろしいですか。地上最大の生物アフリカゾウの足跡です。ヒボコ出現のような湿地だったら丸くて大きい足跡がくっきりと残っていそうですよね。足跡だったら簡単に取れそうだね。でもゾウが歩いた直後に取らないといけないとか、そういう感じかな。俺には手に負えない動物が相手だ。マイク・ジェラー、元気でやってるようだな、エリック・ウェダー。今回はちょっと手強い被写体なんだ。俺の代わりに取ってきてくれないか。いや、別にどうも同じ動物じゃない。ヒョウモンガメだ。カメと同じ目線の写真が欲しいんだが、俺は最近腰を痛めてしまってな。お前が持っている RC カメでなんとかならないか、マイク・ジェラー。はあ、カメがいるんだ。まだ見たことないよね。ちょっとこれもじゃあ探してみましょうか。じゃあ次回ね、ちょっとカメ探しに行ってみたいと思います。まあ、今日はここまでで。じゃあお疲れ様でした。